チャンネルじゃん月曜日、初チェックね、お時間でございます。えー、交流戦始まって、一週間、えー、終わりましたけども、まあちょっと広島だけがね、一勝五敗と大きく出遅れましたけども、まあまだほぼ、えー、五割のチームも多いですし、そんなね、大きな入れ替えはないですけど、ちょっとカーブだけが怪しい。ね、っていうことで、ここで、ちょっと頑張りとくかなと。まあ一週間終わったね、えー、交流戦。 しっかり、チェックしていきましょう。ということで、楽天対ヤクルトから、5月27日、1対8でヤクルト、28日、4対11でヤクルト、そして29日、3対1で楽天ということで、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけれども、27日ね、8対1でヤクルト。この日はね、山田、休養でございます。その中で、8対1の勝利っていうのがね、大きい。ね、ヤクルト先発高橋、8回100球、4安打13し、無四球、1デッドボール、1失点と、まあ、かなり、グッピッチ。ね。 まあ、フォームね、ちょっとなんか踏み出す位置の開き具合っていうところをね、修正してきたっていうところですけども、まあ、前回ね、えー、大量失点になる中で、まあ、一週間でね、しっかり修正してきたっていうことは、ね。で、まあ、前回もね、6失点。で、その中でね、プロ野球ニュースでも言いましたけども、このスタイルのまま維持で、それをね、忘れず行ってほしいっていうところでね、いい感じのピッチング。ね、微調整だけして、いい形でね、ピッチングでしたね。で、楽天先発滝中、えー、5回95球、8安打、えー 3、4、0、3、4、9、6、1点と、まあ、4ホームランに沈んでね、まあ、高く入ったところをね、ちょっと、えー、通打されちゃったかなっていうところでね、塩見に、1回、2回、4回、3打席連発ホームラン。ギャツすごいね。3連発。で、浜田がね、2回表のホームラン。まあ、このホームランにね、滝中も沈んだ形かなと。まあ、ヤクルトはね、もう高橋から、しっかりね、えー、打つこともできず、ね、4アンダー。え、ね、えー、1失点。まあ、序盤ね、点取ったけども、まあ、もう、塩見。ポンポンポン,ン。ホームラン。 それでね、まあ終わったかなと。で28日ね、4対1で、ね、ヤクルトっていうところで、まあ前半完全にね、楽天ベースだっただけにね、っていうところで、えー、ヤクルト先発高橋ね、3回7十6六ンダ三334、293失点と、まああの、楽天ね、2回の裏、2、えー、アウトから、辰巳センター前、丸森ホースフォアボール、8番鈴木大地が、えー、ライトへ、タイムリーツーベースで先制。だからこのね、下位打線で点取れたっていうのはね、非常にいい形。で、4回裏はもう島内ツーベース。 で、渡辺、センター、タイムリーヒット。で、辰巳のね、ピッチャー強襲、内安打。で、ノーアウト一塁から、マルモネス、ライトにタイムリー。で、ノーアウト一塁から、ね、鈴木大地、ファーストゴロ。で、二三塁になって、大田、えー、ファーストゴロ。で、西川、フォアボールで、こぶかった、三振。楽天はね、ここで追加点を取れなかったことが、一番のこの試合のキーポイントね。逆にヤクルトは、ここでね、ピッチャー交代、鈴木大地から、え、木沢に変わる。グッピッチ。ここでしっかりね、木沢が抑えた。だから、このね、 高橋から木沢に変えたっていうね、ヤクルト、のベンチと、楽天がね、これノーアウト1塁からさらに追加点が取れなかった。ここがね、両チームにとって非常にキーポイントだったんじゃないでしょうかね。楽天先発早川ね、4回3分の2、86球、5ア打ダ334、295失点と、まあ、今季初のね、バッテリー大田、ここまでずっとね、住谷が被ってくる中で、まあ5回ね、いきなり崩れて、 まあそこでね、なかなかサイン決まらないで、まああとはね、逆球とかコントロール乱れたりとか、まあ表情見ててもちょっとイライラね、えー、してるような感じが見えましたけども、まあこういったところはね、キャッチャーが変わって、投球が変わってるようじゃダメなのよ。ね、その誰かがね、えー、なっても自分の投球を変えずにしっかり調整できるね、しっかり投げ込んでいくっていうことがね、できないと、ね、 誰かに頼ってばっかりじゃ駄んで、そこはね、2年目っていうところで、ここからね、課題として、それはね、えー、成長、えー、していかなきゃいけないけども、一気にね、前半、楽天ペースだっただけにね、2回の裏にね、えー、しっかりそのね、先制して、で、3対0から、5回ね、表に、えー、中村優平センター前、で、浜田フォアボール、これが痛かったけどね、で、オスナが当点スリーランホームラン、で、ここでね、ヤクルトも終わらないで、荒木フォアボール。 で、長岡バント。で、正見正ところ。で、ここで、ツーアウト3里から山崎がね、ショー体、えー、課長賞タイムリー、んだあれね、楽天、正とね、えー、小深やっぱりね、待ってたらダメよ。あれやっぱ前出ないと。あれ待ったから、あれ待ってね、多分イレギュラーしなかったも、多分ひょっとしたらセーフだったかもしれない。あれね、前行って勝負しないといけないね。そういったところはね、もったいない。んで、その後、えー、石橋に変わって山田がね、えー、レフトスタンで2ラン、ホームラン。 で、えー、村上が、えー、ライト前ヒット。で、ここで村上ね、盗塁。ね。で、二塁になって、えー、中村雄平が、えー、タイムリーヒットと、一挙にね、7点っていうところで、まあ、楽天はね、本当もう盗塁。超だ単だと。えー、やられたい放題。逆にヤクルトはね、やりたい放題でね、どん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 ,どんついていくっていうところで、一気になって。まあ、これでね、ほぼ勝負は決まったかなと。で、まあ、7回表ね、山田が犠牲フライ。で、8回にはね、 中村ライト前、浜田フォアボール、オスナレフト前、で、ノーアウトマンリーから荒木アウトになるけども、中岡がね、センター前へ走者一掃で、ねえー、タイムリー、ツーベースっていうところでね、一気になるけども、まあ、ヤクルトとしてはね、もう一気に流れを乗って飲み込んで、楽天としたらね、やっぱちょっとフォアーボールっていうところがね、失点に絡んでんのと、あと、盗塁バンバンされたりとか、その守備でのね、ちょっと受け身になって下がっちゃったとかね、そういったところがね、ちょっともったいない逆転、負けだったからと。で、三十日、三対一でね、楽天っていうところで、 ヤクルト先発、石川ね、5回84球、3安打234、三4球1失点と、まあまあ十分、ナイス、ごペッチ。ね。でも、石川が投げたら援護でいけないっていうね、えところで。で、乗本もね、8回、114球、5安打634、1 4球無失点と、ピンチを作りながらね、え踏ん張ったかなと。楽天はね、え初回、え西川、長岡ね、ファンブリーで出塁。で、ここで盗塁。で、小深田がね、えしっかり、セカンドゴロ、新塁打,打って、浅村のタイムリーっていうね。 で、えー、7回も、えー、先頭鈴木大地がね、えー、セカンドゴロ、宮本ファンブル。で、大田、送りバンド。で、西川、フォアボールで、ワンアウト1、一、塁から、えー、小深田、アウトになるけども、浅村がね、レフトにタイムリーヒット。ここでね、2点。だから、計3点。全部浅村のタイムリーっていうところと、もう一つが、全部エラーからの失礼。もう、ほぼ自滅。ヤクルトはね。こういったところ、せっかくね、流れよく2連勝できてるところでね、ぐっとね、行きたかったところ。で、攻撃面においても、えー、ヤクルトはね、えー、乗本から、 二回の表ね、村上がセンターへツーベース打って、オースナーセカンドゴロで、えー、最低でもね、進塁打っていうところで、ワンナウト三塁になって、宮本三振。で、浜田がね、えー、サードゴロと、一、えー、点取れず。で、三回表でもね、えー、長岡の、えー、セカンドゴロ、浅村がね、悪送球で出塁して、で、内山が、えー、ライト前ヒット。ノーアウト一塁から、塩宮山関山田テストがね、アウトで点取れない。で、 8回もね、先頭、内山がレフトでツーベース。で、塩見フォアボール。ノーバウト1、2塁から、え、山崎、え、センターフラン。で、山田がね、え、ダブルプレート。で、9回、え、先頭のね、村上が、え、ホームラン打って1点返すけども、まあ、ここまでっていうところで、圧倒的にチャンスはね、ヤクルトも多い。しかもヤクルトも、相手のミスから出塁してるけど、それをね、点に繋げられない。っていうところでね、取れる時に取らないからこうなるっていうね、典型時点のところと、ミスからの失点っていうところはね、非常に、 痛いね。ま、あでもここはね、楽、楽天がね、しっかり朝村、カーン,ンってね、勝ち切ったっていう試合でした。結果、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。え、ついで、西武対 DNA。え、27日0対1で DNA。え、28日10対5で西武。そして、29日3対2で西武っていうところで、西武の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、27日で1対0で DNA。DNA 先発大抜き。 7回3分の1、999、3打73、43、49、1デッドボール、無失点と。まあ、前回同様ね、本当にフォークボールの切れ味抜群で、まあ、ちょうどやるさずね、3つ、閉冊、3つのダブルプレーをね、非常にグッと。ピンチをね、しっかり積んだからと。それもね、低めにしっかり投げれてるっていうところがね、このダブルプレー3つのね、要因だったからと。 セーブはね、高橋こんな。7回115球、4アンダー834、119、1, 四球1ジェットボール、1失点と。まあ、こちらもね、フォークボール特に低めのね、制球。グッと。ね。まあ、これで負けたのはね、仕方ないかなと。ピッチング自体はね、非常に良かったと思います。DNA はね、チャンスは2回。ね、4回と7回。で、セ、えーブのチャンスも2回。2回と8回っていうところでね。で、えー、DNA はね、そのチャンスを、まあ、にするっていう形で、えー、その1点を守り切ったんだけども、 まあ、チャンスは2回。DNA はね、4回。まず、2アウトから、宮崎センター前、牧ライト前で、2アウト1、2塁になってからも、まあ、高橋コナンね、ワールドピッチで、進塁するけども、外がね、空振り三振。ね。で、えー、7回、牧、えー、デッドボール、外三振。で、この間盗塁決めて、えー、代打藤田、えー、ショートゴロ、2アウト3塁から関根のね、タイムリーヒット。これ、虎のこの1点を守るんだけども。で、えー、セーブもね、チャンスは2回と。で、2回と8回。 えー、二回、先頭山川フォアボール。で、うねんに三振。で、愛とかがセンター前へヒット。で、ワンアウト一三塁から中村ね、えー、竹谷、五四三ダブルプレイ。これ痛かったね。ここで一点取りたかった。で、えー、もう一回が、え、八回。えー、先頭の中村ね、レフトへヒット。で、岸が、えー、送りバンドを決めて、えー、ワンアウト二塁から、えー、栗山、えー、三振。ここでピッチャーね、大抜きからエスコーバーに変わって。 で、その先もね、センターフライというところで、まあ、お互いね、2回、4アンダーと3アンダーだからね、お互い2回しかチャンスなく、そこはね、しっかり DNA、責任がね、ナイスね。で、その中で山川はこの日ね、4死球、ね、4死球出塁。で、そこで、まあ、後のバッターがね、この山川のフォアボール行かせないっていうところも、だからやっぱ強打者の次のバッターで非常に大事になってくるんだよね。まあ、ここは DNA がね、しっかり出来た。28日、10対5でセーブっていうところで、DNA はね、ミスのオンパレードで自滅です。ね。その中、上地に、 えー、2回3分の2、92球、9ン打2三振3四球、えー、失点10の自責点8でございます。えー、セーブは2回裏、ワンアウトから、栗山ライト前ヒット、で、オグレディがツーランホームラン。これでね、2点を取って、で、3回の裏、えー、ウネンティンセンター前、で、その先アウトで、アイトマウト、で、ツーアウト1塁から山川がバックスクリーンあの緩いカーブをね、ツーランホームランで入れて、でそこで終わらず、森レフト前、で、栗山ライト前、でオ、オグレディフォアボールで、ツーアウト満塁、で、騎士、センターね、 えー、タイムリースリーベース。責任突っ込んできて。だ突っ込んでくるんだけど、あれ、止めなきゃね、最悪前にね。それを全部後ろに反らして、ね、走者一掃。で、えー、滝沢の、えー、2アウト3塁からの、えー、ファーストへのタイムリーナイアンダー。で、倉本が、えー、ファーストへ悪送球。ここもね、あの、悪送球目なんでけど、取れたからね。あれ、取ったら簡単にアウトだったのに、取、取れないで、ちょっと弾いて、慌てて投げて、悪送球になったんだけども、えー、ここでね、えー、もう一つ気になるところが、DNA のね、キャッチャー、戸柱。 ツーアウト、この状況で言うと、ツーアウト三塁だから、ホームに張り付いとく必要ないんだよね。それなのに、ファーストの、あの、バックアップのカバー、行ってなくて、進塁さすっていうところではね、バーッと。ね。そんな、そういうところをね、ちゃんとやっとかないといけない。だから前回の宇佐美のね、えー、サウナルホームランナーと、ホーム見てないのと一緒でね。やっぱそういう、技術じゃないところを、ちゃんとやっていかないと、結局ね、どっかでポロってミスが出るんだよね。だからそういったところもしっかりね、資質として問われる。 ああいうとかはちゃんとカバー行かなきゃいけない。ね。で、うさみの時もね、え、ピッチャー北山の、え、フォローをしに行ったんちゃうかとかね、言う人いるけど、そんなもんはね、別にキャッチャーじゃなくてもフォローできるんだよ。まずキャッチャーのね、職も責務をね、やってから行けばいいだけであって、そんなね、さっさとそんな高かで、ちょっとの間のことで、そんな慌てて行くことはないわけよ。ちゃんとやるべきことをやってやる。ね。っていうことが、まず大事です。ね。で、その後、えー、うねんて センター前のタイムリー、ね、関根、こいつ。ね、さっき突っ込んできたからと思って、今度ワンテも待ったんだよね。待ったらバウンドで頭の上を越える。バーっと。ッね。気持ちはわかるけどね。で、その先フォアボール。で、アイト。ね、ピッチャー強襲内安打。で、山川の、ツーアウト満塁からサードゴロ。宮崎、ね、投げ落としてね、ファンブル。バーっと。計8点。もうここで10点。で、西武ね、えー、先発平井。5回87球、6安打1三振3つのフォアボールで1個のデッドボール2失点と。まあ、大量って、ね、 得点、援護に恵まれね、スイスイスイっていう形でね、言、え、行、ー、かたかなと。まあ、DNA はね、5回表、トバチラのね、ホームラン。で、8回表もね、えー、山本の犠牲フライ。で、サロンのタイムリーとね、5点返すけども、やっぱ10失点がね、痛かったっていうね、えー、ところです。えー、そして、えー、29日ね、えー、3対2で、えー、西セーブっていうところで、えー、西セーブ先発ね、えー、エンス。6 8球3安で4三振無四球2失点と、ストレートも切れ合って、そっからのカットボールっていうのはね、非常にいい形だったかなと。 で、で DNA 先発、今日もね、4回73球、3安打2三審、4四球2四え二、ー、2つのデッドボール2四っての、計6四,四球もうストライクボールがはっきりして、まあ安定しない中でね、なかなか厳しいピッチング。もうその中で約4回ね、2四ってで抑えたなっていうね。で、3回裏ね、先頭、うねんっていうフォアボール。で、とのさのね、セカンドゴロ。で、ダブルプレイというところで、佐野がね、ファーストベース、踏まず、ね、セーフになって。で、その後、イトセンター前。で、山川のね、犠牲フライで、 これ一点入るんだけども、アウトの時ね、え、ライン,ンドヒットで、え、三塁まで行ってね。で、ワンアウトで三塁から山川のネキスでフライって、こう、サノのミス、でかいね。バッと。でもこれね、ま、あ擁護するわけじゃないけど、まあ、映像だけだからどこまではっきり見てられるかわからないけども、あの、ウデンティンがね、なんかちょっとそこら辺ちょろちょろしてたね。多分それを気にして、ベースを踏めなかったんちゃうかっていうところがあるんちゃうかっていうね。だからちょっとサノなんかあった時に、ウデンティンの方を見てたもんね。 ウネンティンも、もうすぐ、まあショは、ショートライナーね、ハーフライナーだったから、すぐ、ショートバン取ってゲッツーだから、多分ウネンティン走れてなかったんだよね。で、それ送球受けるように、多分この、佐野がここにいたら、こういう風に回って逃げようとしたんだと思う。ウネンティうねんてぃはうでね。で、佐野はそれが気になって、多分ベースを踏めなかったんだと思うんだよね。別に接触したわけじゃないからね。 守備妨害にならなかったけども、多分ね、ま、サノもダメなんだけど、多分、擁護するとしたら、そのウネンティンの走塁がね、というか、ちょっと避け方っていうのをね、気にしてベースを踏めなかったんじゃないのかなと。でもそれでね、1点つながったからね、ちょっとあれだね。で、えー、4回の裏、ワンアウトが騎士のね、レフトサイドホームラン、前日三打点から、ホームランね。ここで2点、いい形で先制するけども、DNA もね、5回表、調子の今木がね、ホームラン。で、6回表、 ね、サノのホームランで2対2でね。で、そっからはもうけ両方でも4アンしか打ってないからね、4アンずつ。なかなか厳しいね、なって。で、その後ね、えー、クリスキー、えー、伊勢、エスコバーとね、えー、DNA は繋いで、で、セーブもね、エンス、あーちゃあちゃ、エンスの後ね、えー、水上、平、マサつなげていくんだけども、9回ね、先頭、栗山が、ライトスタンドで、サノのホームラン、ガーッツ。体重乗ってたね、まだまだ元気。グッツです。ヒロインデビューをね、 なんか、もうこれから行きますみたいなね、調子上がってきましたみたいな感じだったんでね、頼も惜しい存在です。結果ね、西武の2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、続いて、えー、オリックス対中日、2一日1対4で中日、28日1対4で中日、そして、えー、29日、えー、8対0でオリックス、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところにね、えー、なりましたけども、えー、27日で1対4で中日、中日先発王のね、9回132球、7で5三4 1 1球1ネットボール1、1失点と関東、完投。 ねしっかりね、このエースが完投していくっていうのはね、リリーフが休ませるね、非常にいいピッチング。で、オリックス先発立場ね、5回3分の1、えー、99球んで4三七294失点と、まあ、低めにしっかり投げててね、えー、そんなに悪くなかったと思うけども、まあ、29もね、まあ、フォアボールもそんなに多くないしね。 ま、あその中でね、ドラゴンズ打線がね、うまく打ったかなと。ま、あ4回ね、えー、表、ワンアウトからうかいフォアボール。で、ビシエドがね、フォークボール低めのところを、えー、しっかり捉えて、レフトへツーランで、6回表、うかいね、えカーブの低いところをね、レフト、ツーベース。で、ビシエドもね、低めのカーブを、レフトフライ。これアウト。で、ミツバタ、えー、ツーシーム。これしっかりコースにね、投げてんだけども、えー、ライトへタイムリーツーベース。で、アベがね、えー、低めのストレートをセンター前と。 で、ここでね、センターさんの、えー、しっかりね、すぐな、内野に投げなきゃいけないのに、もたもたね、ずっと持ってて、それを見たね、えー、セカンドラウンナー三つね、一気にホームイン。ね。で、コーチャーもね、行けっ,って言ったらしくて、コーチャー、グッとサブリ、コね。あとね、ね、えー、三つナイスサブリ、サード、バーッと。ね。まあ、これ見てもわかるようにね、しっかりで、ね、あのー、立場前低め投げてんだけどね、まあ、そこはね、あのー、中日打線がね、うまく打ったかなっていうところがね、大きいかなと。 で、オリックスはね、9回、えー、そのね、えー、ミスをした佐野がね、ツーベース。で、マッカーシーが、えー、先端前タイムリー。ま、あ、この1点がね、やっとかなと。で、オリックスはね、5回裏、ワンアウト1塁から、大田がね、えー、左中間を抜ける、えツーベースを打つんだけども、ここでね、1塁ランナーの野口がね、ホームへ来て、8、6、2、タッチアウト。バーッコーチャ。コーチャバーッ三塁コーチャ、オリックス。ね。ま、あ、これツーアウトだったらいいんだけども、ワンアウト一塁で、間抜けてホーム、ミスがなかったら、 あの、アウト。ちょっとミスしたらセーフのギャンブルは、ちょっとリスクが大きい。これツーアーだったら全然 OK よ。で、ワンアウトでミスが起きたらセーフ。しかもね、まあ、試合、生で見てないから、試合のね、球場で映像だけだけども、セカンド回った時とサード回った時の野口の走り方の必死さがね、ちょっと違うと思うんだよね。まずセカンド回った時は、ちょっとね、ゆっくり、全力じゃないけど8割ぐらいで、 回るのかなって、回してるよって言って一気に上げたようなね、感じがしたけども、まあ、これはね、ストップだね。ここでストップして1点取ったらね、ちょっと状況はね、えー、変わったんじゃ、えー、ないのかな、と思います、えー。そして28日もね、1対4で中日っていうところで、オリックス先発、山本ね、8回121球、4安打334、1死球、1デートボール2失点。まあ、これは攻められないね。だってもう、2失点で負けたら、点取られてはダメってことだからね。 で、中日先発ね、続き、8先発。えー、5回68球、4アンダー、3三振、1四球、1デットボール、無失点と。まあ、ストレートね、非常に力強く。カットボールもね、曲がり遅い。で、ツーシームっていうところで、まあ、そのね、打ち外幅を利かせた投球。で、しかもね、ちょっと抜け気味になって、指かかんなかった時はね、ちょっとヒヤってするけども、非常にね、力強いストレート、えー、伸び、えー、良かったんじゃないのかなと思います。で、中日はね、ツーチャンスのみ。もうチャンスね、2回しかなかった。 そのね、2回をものにするっていうところでね、まあ、1回を3回の表ね、1アウトから、えー、岡林がセンターでね、え、スリーベース。で、大島が先生でタイムリー打ってここ行って。8回、えー、1アウトから、えー、桂セカンドナイアンダー。まあ、これはもう無理だね、投げてもね。で、えー、9番、えー、岡林、でフォアボール。で、1アウト1塁から大島がね、ファーストライナー。これも、ダブルブレーになりかけたけども、ファーストランナー岡林ね、よく戻ったなっていうね。で、2アウト1塁からね、三つまた。最後カーブをね、しっかり。 ね、三遊間、外野部全身守備引いてたけども、セカンドラウンナーね、高松、ぐソそ、ね、非常に足が生きた、ダイソンね、清が生きたかなっていうところでね、まあ、このね、2チャンスをものにした、まあ、山本からそんなチャンス作れない中ね、その2回のチャンスを2回ものにするっていうところは、非常にね、素晴らしい、えー、攻撃、えー、だったかなと思います。で、オリックスはね、1、3、5、7、8、チャンス作るも、その中でね、7回の1回のみっていうね、1点のみっていう。 だからチャンスとしたら圧倒的にオリックスの方が多かったんでね。一、えー、1回もね、2アウト1、3塁から杉本ね、ショートフライ。3回、えー、1アウト2塁から中川マッカーシーね、アウト、点取れず。で、5回、1アウト2塁から福田胸、アウトね。で、えー、で、7回やっと、西野のね、まあ、セカンドフィルダーシチョイスでね、まあこう1点、えー、取るんだけども、で、8回、1アウト3塁からトング野口がね、1点取るここら辺はもう本当にね、ドラゴンズのね、あの、投手に非常によくね、 えー、頑張ったかなと。で、四、えー、4回、6回をね、えー、先頭で杉本センター前。で、6回も中川ね、センター前と、先頭ランナー出すけども、だから、1、3、4、5、6、7、8とね、ラン、先頭ランナー出したり、特典券行ってんだけども、1本出ずっていうところで、まあ、ここがね、打線が寂しかったかなっていうね。よく、あとね、あの、中日の、えー、リリーフ陣、鈴木の後にね、えー、清水、え、祖父江、ロドリゲス、山本、ライデル・マルティエスとね、よく、えー、踏ん張ったかなっていうね。 ったと思います。えー、そして、二、えー、29日、えー、8対0で中日っていうところで、まあ、昨日おとついのね、えー、うっぷんを晴らす、えー、攻撃陣ね、えー、大活躍でしたけども、えー、なんと中日先発、柳、えー、2回3分の1ノックアウト、63球、5アンド5三振、3四球、1デッドボール5失点と、こんな柳をね、なかなか見ることないぞっていうところで、初回ね、いきなり先頭副大にデッドボール、で、胸センター前、で、中川がね、スタート、タイムリー内野んだっていうところで先、先制 で、えー、2回の表、ワンアウトから野口センター前、で伏見の時にワイルドピッチ、木下、あれ1個目止めるよし、2回目手でいってんじゃん、体でいかないと、で2球連続でね、冒、え、頭、ー、を掘って、えー、3塁、最後ね、伏見のピッチャー前、まあ打つ、ねあの柳も頑張ってグラブ投スしたけどね、間に合わずっていうところでいって、で大田が、ね、タイムリーツーベース、でここ2点取って、で3回の裏、先頭、中川サードへの内野安打、こすさ高橋周平、取れるっしょ、ね。 あの、記録があれだけど。で、真っ赤足フォアボール。で、杉本のフォアボール。で、ま、もし満塁からね、この日から復帰した T 岡田がね、ライトへの、えー、犠牲フライ。で、野口がフォアボール。で、ワンアウト満塁になって、で、ここでピッチャーは藤島に変わるけども、FCM がしっかりね、犠牲フライで2点目。まあ、これでね、まあ、ほぼ決まったかなと。で、5回裏ね、えー、T 岡田のライトへタイムリーツーベース。で、7回に、えー、杉本、T 岡田のね、アベックホームラン。杉本、T 岡田、W。 ていうことも帰ってきてね。今、吉田正尚不在の中ね。この存在っていうのは非常にね、これから真っ返し大きいんじゃないのかなと。あと、杉本はね、あの、交流戦入ってから4割強と、打率ね、調子も上がってきて、去年のオリックスもね、あのー、5位から入って、交流戦優勝して上がってきたね。まあ、ここからどうなるのかっていうね。で、ドラゴンズはね、まあ、これ乾杯なんだけどね。もう柳がまあ、こうなったら仕方ないね。でも、その中でも、チャンスあったのよ。2回の表、先頭安部がね、え、ツー2ベース。で、ノーアウト2塁から、えー、軍事ね、センターフライ、泳ぎながら、ね、 あのしかもワンボールから、ワンボールからあんな中途半端なスイング、バットです、うん、バットです、あれは、あれ最悪ね、三塁進んでて、1点取ったら1対1でしょまた柳も若干違ったとなったかもしれない、だからここのこの軍事のバッティングっていうのは、ちょっとひどいって、そういったところで、まあ、唯一、ドラゴンズが何かできるポイントがあったとしたらこの2回の表のこの阿部ツーベースの後のね攻撃、ここをね、 もっとうまくできたら、ひょっとしたら流れ変わったかもわかんないけども、まあ、全体的にはね、ま、乾杯だね、ドラゴンズは。オリックスはね、グッゲームでした。結果、えー、でもそんなこと言いながらね、結果は2勝1敗で、ドラゴンズの勝ち越しでした。えー、続いて、ソートバンク対広島。えー、27日7対0でソートバンク。28日11対1でソートバンク。そして29日8対0でソートバンク。ソートバンク3連勝広島3連敗しかも、やばい広島い、一得点広島、 26失点ソフトバンク26得点 !1 失点やばいね、カープラそら、佐々木監督も会見しないよ。もうね、完敗です。しかもね、大セラ、森下、アンダーソンが投げて3連敗はきついねね交流戦前のね、イベントで佐々木ね、アイザ選手も出ていただいてオンラインで繋げましたけどね、えー、何を見てほしいかっていうね、うちの協力、投手陣を、俺、大セラとか森下とか、 交流戦で見てほしいですって言ってね。これは、巻き返していかなきゃいけないね。今週ね。まあ、その中でね、27日、7対0でソフトバンクっていうところで、ソフトバンクね、礼、久しぶりの先発っていうところで、7回85球、3アンド3、ン4、4、1、球無失点と、まあ、ストライク先行でね、打たすとるっていうピッチングで、あとはまあ、大量得点もありね、もう、スイスイスイーっていうね、感じ。で、広島はね、大瀬良、5回104球、8アンド4三振、3、三3、球5失点と、まあ、ソフトバンク打線、ちょっと意識しすぎかなと。 ソフトバンク出せんやっていうね。まあ、コース狙いすぎて、まあ、腕がね、あんまり触れず、ボールに力ね、伝わってない感じ。で、ストライクボールはっきりして、まあ、そこを通打されたかなと。で、ソフトバンクはね、もう初回速攻です。連打、押し出しっていうところでね、いきなり、三、えー、3得点。まあ、ワンアウトから、牧原センター前、柳田レフト前、グラシアルフォアボールで、ワンアウト満塁から、えー、中村明、えー、タイムリーヒット。で、明石、フォアボール押し出し。柳橋ね、ライトへタイムリーヒットで、一気に、三、えー、3点と。 その後、4、5、6と追加で、ホームラン、ダブルスチールと、もう、やりたい放題。で、広島は、えー、3安打で、もう、打つ手なしっていうところでね、まあ4回裏もね、えー、2アウトから、えー、海がレフト、2ーベース。で、メモリーがフォアボール。で、2アウト、1、塁からね、絶好調、巻き上がるが、ライトへ、タイムリー、2ーベースで1点。で、5回裏もね、グラシアルのホームランで1点追加。で、6回はね、シュート、レフト前。で、海がね、え、センター前。で、メモリーが空振り三振だけど、ノーアウト、1、3塁から、 巻原ね、空振り3点。この時にね、海が盗塁して、シュートのダブルスチール成功。シュート、足が速い。で、その時にね、ちょっと、小のね、慌てちゃって、海もね、生かして、まあ、その後ね、柳田が三振したからあれだけども、もう本当にね、もうやられたい放題っていうね、えー、27日でした。で、28日、11対1で、えー、ソートバンクっていうところで、広島戦、バ森下ね、5回3分の2、105球、8安ン5三振、西九、西セットボール9失点と、まあ、柳町の背中をね、通してワイルドピッチするし、どうしたっていうね、 大瀬良森下、どうしたっていうね、もうソートバンク打線にもう飲み込まれたっていうところで、まあ初回ね、えー、広島もノーマがね、ライト前ツーベース、で、菊池のね、えー、フィルダーショイスオールセーフで、えー、一塁になるんだけども、まあ西川ね、ダブルプレイで終わったかなっていうところで、マックブルームがね、えー、タイムリー、レフトでタイムリーフット打って、まあ昨日のね、カンボカー流れ変えていくぞっていうところで、一気にね、二回裏。 グラシャルレフトマイヒット、中村晃センター前ヒット、で、明石送りバント成功、ワンアウト2、3塁からここで森下がボーっとね、で、その後レフトへ勝ち越しのタイムリー、で、シュートワンアウト1塁からデッドボール、で、渡辺行く、スリーランホームラン、渡辺グッね、この日、回を休ませて、渡辺が出てくるんだけども、なんと渡辺、ね、今季初ため、4打数3な打で、二2ホーマー、グッツ、ね、だから言ったじゃん、佐々木。 1>, 1週間に1回ぐらい休ませて心も体も頭もリフレッシュさせてねその間誰か1人を育てていくっていうねねこれね回休ましたからって負けるとは限らない大活躍、渡邊しかもレフトへホームランガーッと、ね、だから言ったのね証拠動画ありますからね見てくださいよ。ね そういったところで。で、先発ね、大関。7回91球、5安打2三振、えー、1、フォアボール1、デッドボール1失点と。ま、紹介失点するもね、ま、あ大量援護に恵まれて、まあ、腕振ってね、フォークボール、そしてカットボールっていうところのね、変化球非常にグッピチ。素晴らしかったかなと。ま、あ4回表もね、2打席連続渡辺ね、ホームランレフトへ。で、6回裏ね、えー、また渡辺、レフトへタイムリーヒット、このカーブね。で、シュートも足を生かして盗塁。シュートの復帰も大きいね、足生かせるからね。 で、7回も、えー、中村、えー、ヒット、赤石フォアボール。で、柳町がね、えー、タイムリーヒットというところでね、まあ、一気に11対1と、完勝でございます。で、29日ね、ソードバンク先発、またね、3回3分の2、62球、2安打三三3、3無死球、無失点というところでね、ちょっと足つって、急遽ね、松本に、えー、交代っていうところだけども、松本がね、しっかりそのピンチも抑えてというところで、ソードバンクがね、えー、初回、えー、先頭見盛り、フォアボール。で、送りバンド成功。で、柳ダアウトになるけどもグリシェ、グラシアがね、タイムリーヒットで。 いい形で1点先生。で、3回の裏、えー、2アウトから、キ屋がね、ライトスタンドホームラン。で、4回の裏、中村ヒット。で、赤しね、送りバント決めて、ワンアウト2流から柳町がね、仙台のタイムリースリーベース。で、シュートがね、ミグスクイズを決めて、で、解散振。で、ミモリのね、このまたライト。もう、おは、花火大会。ね。で、6回にはシュートがね、ツーランホームランと、もう、ググ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  ね広島先発アンダーソン、4回76球、8アンド4二4 2 9、えー、6失点と、激鎮でございます。ね。もう本当に、えー、退場しすぎてソフトバンクの打ってるとこばっかり言わなきゃいけないのと、ね。なかなか、えー、厳しかった。でもその時ね、4回の表に、ワンアウトね、えー、13塁、マクブルームアウト2アウト13塁、ね、坂倉。だからこうマクブルームね、坂倉アウトアウトでね、ま、あここ技ね、えー、松本、非常にね、グッドリリーフ、松本もね、 できたかなと、ピンチをね。ここでポンポンって、もうひょっとして点取られてたらね、ひょっとしながら変わったかもわかんないし、技もね、結構低めに投げれてね、状態良かっただけにね、日米通算150勝お預け、まあ今日こね、大量失点にもね、大量得点にも恵まれて勝ちそうだったけどね、まあそこはしっかり怪我を直してね、えー、まあ釣ったんだったらね、大きいかじゃないと思うけどね、まあ次のピッチングに向けて、えー、しっかり調整してもらいたいと思います。結果、ソードバンクの3連勝でした。 続いて、えー、日本ハム対巨人。27日3対2で日本ハム。28日8対4で巨人。そして29日7対2で日本ハム。日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけどもね。27日3対2で日本ハム。この日はね、里崎、札幌ドームで解説してましたけども。なんと、里崎がどの媒体であっても、日本ハム戦を解説したら、今年勝率100%でございます。 4千四4勝だったかな4千四4勝か5千五5勝。あの、佐々木朗希の完全試合の次の週の試合も解説しましたけど、噂がないスピッチングでね。んで、あの、最後万波が打って、それもね、日本が勝つっていうね。だから。 なんか、すごいね。まあ、いつかは終わるけどね。いつまで続くのかなっていうね。え、ところで、21日ね、3対2で日本ハム。日本ハム先発、噂はね、9回123球、3安打834、29、2失点と。まあ、前日までね、あの、リリーフ大量投入っていうところで、ここでね、しっかりエースが完投してくれるっていうのは非常に、グッピッチ。ね。 でね、あの、コースはね、ちょっと甘めの球も多かったなと思って見てたけども、まあね、あの、上からしっかり下にね、投げ下ろす形でね、しっかりスピンも効いた投球っていうところで質のいいストレートを投げてたかなと。だから結構ね、ジャイアンツアー差し込まれたり、ファール、空振りしたりね、結構ストレートね、差し込まれてたかなっていうところで、まあ強いストレートね。で、そこからのフォークボール。で、たまに緩急のね、つけるカーブっていうところが、えー、投球バランス的にも非常に、グッピチッチ。 だったと思います。えー、巨人ね、先発投こ。8回133球、7安打8三振、無四球3地点と。ま、あ本当にね、噂は同じようにストレートがね、質が良くて、そこからフォークボールっていうところでは、非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと。で、日本はね、3回裏、えー、水野がね、ライトへツーベース、宇佐美がね、でバント。で、えー、中島がね、リ、えー、3ボール2ストライクになって、ここでワンアウト3塁から、エンドランで、ファーストゴロの間に1点というところで、ビッグポス再配。グッズ。しかもこれはね、うわ、あの、中島のね、 あの、これ信頼度っていうところと、スリーボール、ツーストライクになったっていうところがね、非常に、えー、大きかったかなと。そういったところではね、その、いうらび非常にね、バッターもしっかりね、えー、ゴロ転がして素晴らしかったと思います。で、巨人はね、5回表、2アウトから、小林がね、二、えー、2本目の、えー 今日2本目のヒットね、レフトへ2ベース。で、中山がね、えー、しっかり粘っ,粘って粘って粘ってして、で、ライトへヒット打ったんだけども、三塁ランナー小林止まってたけども、真ん中合わせてね、えー、後一で、打ったバッターはね、一気にホームインっていうところで、ワンヒットワンエラーでね、2点。で、真ん中ね、試合後泣くっていう最近よく泣くね、みんな。ね。俺あんまり好きじゃないけどね。で、えー、ここ同点になるけども、日本はね、八角浦浅間がね、えー、ライトへ決勝点となる、えー、ホームラン。これ低めね、 しっかり体勢を崩されながらも体重がね、しっかり乗って、ね、非常に打った瞬間。しかも結構飛距離も出てたしね。ね、グッバッテリー。ね。まあ、これはでも特攻小林のバッテリーはね、攻められない。なんて言ってもこの日小林が2安打、中山1安打、で、ケイジャイアンツ3安打。もう上位が全く打ててない中で、まあ、このね、えー、3失点、ね。まあ、これは打線にね、問題がある中で、まあ、これはね、バッテリーは攻められない。打った相そグッね。 で、28日ね、8対4で巨人っていうところで、巨人先発シューメーカーね、6回74球、4アン三3三振、1四球、あ、1、デッドボールで3失点。ま、あ、清宮一人にね、2ホーマー。まあ、全体的にはね、非常にグッピッチングだったと思います。で、ニッポアーム先発はね、杉浦。4回3分の2、99球、6アンダ8三振、無四球4失点と。まあ、ミスからの失点っていうところがね、ちょっと痛かったかなと。まあ、ニッポアームはね、4回裏、清宮がね、ライトへホームラン。で、5回裏、で、石井のね、ライトへツーベース。で、ここでね、代打タミえー、 ファーストゴロ、新塁打。で、上川端、えー、サードゴロの間に、えー、サルランの石井ね、えー、ホームイン。で、6回裏、ね、清宮ホームラン。で、中回裏、アルカンダー、レフト前。で、c の、えー、セカンドゴロの間、えー、ファーストラン内タッチ。で、一塁ね、悪送球っていうところでね、出て。で、えー、タミヤバンド。で、2アウトから、上川端がレフトへタイムリーヒットというところでね、しっかり卒なく、しっかり点取っていったけども、 ま、巨人はね、えー、解回表、えー、1対0で負けてる状況から、マ田陸、リク、冒頭で振り逃げ。ね。もうこれも止、止めなきゃ。うめまいし。止めなきゃ。止めれるよ。遅い。ね。で、その後、大城がね、え、ライト前ヒット。ノーアウト1、塁から中山がアウト。で、丸が、この時もう一回また杉浦、ボート止めれるよ。で、え、丸、ショートゴルの間に1点入って、2アウト3塁から松原がね、センターに勝ち越し。で、吉川の時に盗塁。で、レフト前ね、吉川レフト前タイムリー。 で、岡本の時に、ピッチャーフルカーに代わってフォアボール。で、ツーアウト一三塁から大川ーカがタイムリーツーベース。っていうところで、一気に4点。これミスが絡んでるからね。だから杉浦も、かわいそうだね。キャッチャーしっかり止めなきゃ。ね、7回表、4対3。1点差にね、えー、詰まったところ、巨人がね、ツーアウトから大川ーカがね、レフトへツーベース。で、立岡フォアボール。で、中田翔ね、代打でできて、ね、宮西からセンター前、タブリヒット。中田。ね。で、8回表、丸センター、ツーベース。 で、松原、バンド失敗。丸、三塁、アウト。で、吉川、時、旅はほんパスボール。バーッで、フォアボール。で、岡部とかね、ショートゴールの間に一点を挙げる。で、9回、え中田ね、レフトスタンド。上段にツーラン。グッと。中田、グフルスに向けてね。なかなかね、そのまで試合出てなかったけども、きっちりね、打ったっていうところは本人嬉しいし。ま、あ日本はまあちょっとバッテリーエラー多すぎるね、ミスね。 ワンバン止めれないパスボールっていうね。それが全部失点に絡んできてるから、もったいなかったね。これ勝ってたね。えー、ニッポハムをね。そういったところでは、ちょっともったいなかったなっていうね。まあもう、あと反復練習するしかないね。上回しは反応遅いし、タミヤンパスボールっていうところはね、もうブルベン入って練習練習です。そして、えー、29日、7対2で、えー、ニッポハムっていうところで、ニッポハム先発ね、根本。5回93球、5安ン三三3二 c 2一1デッドボール2失点と、まあ初勝利。おめでとうガッと、ね。 まあ、いい球もあるけど、悪い球も、ちょっとまあ、いいと悪い球、ちょっとね、あの、バラつきあるけども、いい、やっぱキャンプでね、見た時いいなと思ったけども、やっぱりいいピッチングはするね。でも若干まだバラつきあるから、ここら辺はね、また次回登板も期待してね、えー、見たいと思います。で、ジャイアンツ先発横川ね、3回51球七安打、1つのフォアボール、5失点とね、もうパンパンパンパーンとね、いかれた感じだね。 で、2番はね、初回、松本レフト前、で、上川端はライト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から、清見アウトになるけども、まあ、野村のショートゴロの下に1点。ね。で、えー、2回の表ね、巨人は岡本のライトスタンドホームランで1対1の同点になるけども、まあ、2回裏のね、また今川レフト前、で、アルカンタラレフト前ヒット。で、宇佐美送りバンド。で、2、3塁になって、えー、杉谷のところショートゴロね、もうこれは内野後ろ下がって1点どうぞっていうところだったからね。で、ショートゴロの下に1点上げる。で、4回裏、ね、こう、先頭今川フォアボール。で、アルカンタラ内アンダウン。で、宇佐美のね、 バンとファースト。ね、中田が見送ってファールかなって言ったらね、船長で止まる。これ痛かったね。ジャイアンツとしては。まあ仕方ないけどね。でもこれも取ってアウトだったらまた大きく違ったけど。で、ここノーアウトも悪いから、杉谷がね、ライトタイムリーヒット。杉谷。ガーッと。高チャンネルも喜んでるぜ。ね。で、その後松本ヒット。上川畑ヒット。もう全員ね、コンパクトに振ってたね。杉谷もそうだしね。松本もそうだし。で、上川畑もそうだし。そうコンパクトにね、しっかり、あ、えー、のー、 振ったっていうところはね、非常に良かったかなと。まあ、杉谷のとこからね、畑出てきたけども、まあ、畑もね、えー、止めきれずっていうね。で、そこでね、えー、終わったかに見せかけて、清宮三振。で、野村がね、三振するけども、真波がね、ショートでタイムリーに悩んだと、ここで一気に4点っていうところは、非常に大きかったかなと。で、5回をってね、ジャイアンツも立岡吉田がね、えー、ヒットで繋いで、えー、中山アウト、丸フォアボールで、ワンアウト満塁からオーカーのね、犠牲フライで、なんとかね、追いすがろうと思うけど、やっぱりちょっと最初、序盤のね、この四失点っていうのは、 非常に大きかったかなと。で、6回裏にもね、え、清宮がツーベース打って、ツーアウトからね、野村がタイムリーとね、効率いい、えー、点差で、しっかり点を取って、で、この日はね、えー、吉田、石川、堀、北山とね、その後、冷風でしっかりね、リードを守って、根本のね、プロ初勝利、ガッと。ね、日本ハムもね、しっかりこのゲームをね、勝ち越したっていうところではね、若手の躍動っていうところがね、日本ハムのテーマだけにね、えー、しっかり、えー、若手がね、えー、頑張って活躍する中で、杉谷みたいなね、選手が、 頑張るとね、チームが一気に明るくなるんでね、まあ、ヒーローインタビューのね、えー、シャケ丸でしたっけね。チョキヤ君、ナイスバッティングです。タカチャンネルも喜んでますよ。また活躍してくださいね。ってね、えー、言ってました。というところでね、えー、結果、日本ハムのね、2勝1敗で勝ち越しいでした、えー。続いて、ロッテ対阪神。27日0対1で阪神。28日2対6で阪神。そして29日3対2でロッテ。 阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、27日で、ね、1対0で阪神。えー、ロッテ、佐々木ね、え、6回9十4アン打ー7三振、無失球無失点と。まあ、全体的にね、ちょっと抜け球が多く出なったところに投げ出て,てないかなっていうところになったけども、まあ、その中で無失球で無失点はね、非常にね、やっぱストレートをね、打ち崩せなかったらですね。で、阪神先発、ウィルカーソン。8回8、89、5アンダ4三振、二失球無失点と。まあ、ストライク先行で多彩な変化球を集めてね、非常に的を絞らせず、素晴らしいピッチング。グッ,ピッチン。 だったかなと思います。で、両チームね、チャンスを作りながら一本出ずっていうところでね、阪神、糸原ね、えー、2安打、これ理想的なね、バッティングだったかなと。で、リレードスチール、ね、で、コビでね、えー、2回表、えー、得点結びつかなかったっていうね、えー、ところだけども、この糸原のバッティングっていうところでね、佐々木朗希、えー、非常にね、こう打ち崩すためには理想のピッチングだったかなと思います。えー、その中でね、えー、こ 糸原のね、ディレイドシール、松、ま、川ね、ちょっと油断したかなっていうね、ここまでね、り塁阻止率で2割4分1厘と、まあま、キャッチャーだけの責任じゃないけどね、もうちょっと上げていきたいかなっていうね、えー、形。で、話はね、長坂ね、えー、キャッチャー、前のフライ、えー、落としたけども、前はやっぱりサードとファーストに任せよ。やっぱりそれがね、一番安全よ。俺はもう取りに行かなかったからね。 ロッ,ロッテはね、5回裏、マーティーフォアボール、エジバリアーセカンドフライ、ディアスダライト前、ワンアウト、一三塁作って、松川のね、6、6、三、ダブルプレーまあ、取れるときに取らないから負けるっていうところでではね、えー、ロッテは、えー、3回、5回、6回とね、えー、チャンス。えー、3回をね、ツーアウトから、高部がツーベース打って、小木野がね、ツーアウト、二から一本出ず、ね。で、えー、5回、マーティーフォアボール、今のね、松川のね、ダブルプレー ワンアウトから、えー、奥の内安ー中村レフト前、ワンアウト一塁からレアードね、佐藤としちは、えー、ヒットが出ずっていうところでね、1点取れなかったのは非常に、えー、大きかったかなと。阪神もね、こう2回表、ね、2アウトから伊藤原から出て、で、ディレイドスチール、高山がね、1本打てずっていうね。で、あとは、四、えー、4回、中野がね、えー、ピッチャー、佐々木のファンブルでね、出塁して、で、ワイルドピッチ。で、ワンアウト三塁になるけども、佐藤がね、セカンドゴロ。 打って、で中野、ホームに挟まれて、ね、バタバタしてて、佐藤もアウト、バーッと、走塁。来るんだったら来る、来ないんだったら来なら、ねえー、そこら辺しっかりしないとっていうね、ところもあるし、で、6回、えー、中野がね、打って、で、盗塁、ねで、ツーアウト、三塁になって、こう佐藤がね、三振。だからここね、佐藤、輝明の前にランナー出してんだけど、佐藤が絶対打ってなかったんでね、走塁ミスあって、いや、このままあったらっていうところで、9回ね、ピッチャー、増田に代わって、佐藤。 あの、ホーク、ね、ホークっていうか、進化あの、見逃したボール球をすくい上げて、レフトへ、バックスクリーン、勝ち越し論、ホームラン、ギャッツ、ね。ピッチャーは、一球で、全てが大らしになるけども、バッターは、一振りで、全てが長期戦になる活躍、ね。佐藤、ッツ、ね。この一点はね、非常に多かったし、まあ、マツダとしてもさ、 ね、攻められないね。あれは非常にいいピッチングだったかなと思います。で、28日はね、2対6で阪神というところで、阪神先発は柳ね、8回3分の2、133球、8安打7三振、2死球2失点。で、自責点は0っていうところでね、安定感。素晴らしいかなと。で、9回ね、完封目前で、ね、中村のね、サードゴロ、サードね、熊谷がね、スライディングキャッチしてよく取ったけども、通番送球で逸れてね、これがファーストへの悪送球になってから2失点だからね、そこ頑張ってほしかったね。取ったけどね、うまいことね。 で、えー、ロッテ先発佐藤ね、6回99、97球、6安ン三334、2九4失点と、まあ立ち上がりがね、ちょっと課題だったかなと。まあその後のね、粘りの投球できたけども、まあ初回ね、まあ、フォアボールから失点っていうところではね、まあそこはもう全部がね、えー、課題かなと。だから初回もね、えー、先頭近本フォアボール。で、中野がね、絶妙のセーフティーバンドで出塁して、大山ライトへタイムリー、佐藤テルね、センターへの犠牲フライトね、一気に3点。この前フォアボール痛かった。 で、3回もね、えー、ワンアウトから大山にフォアボール。で、佐藤寺明センターへのね、えー、タイムリースリーベースで1点っていうね、このフォアボールからっていうところがね、ちょっと今後の課題かな。でもこのね、佐藤へのやつもね、高部頑張ったけどね、前進して。あれ、こういう試合で止めなきゃね、関根と一緒、DNA の。前行きながら最低でも止めなきゃっていうね、ところはあるけども。で、ロッテはね、この試合ね、まあ本当にいいところなしっていうね、まあ最終回にね、あのー、なんとかね、青柳からで、ね、2点取ったけども、もう全体的には乾杯です。はい。 29日3対2で、えー、ロッテっていうところでね、ロッテ先発ロメロ、6回103球、6アンダー73チ、2四球無失点とね、もうロメロもね、最近ちょっとね、えー、バタバタしてて、前回のとまあ、ソフトバンク戦もね、えー、3失点、で、その前のオリックス戦も、えー、4失点、で、その前の、えー、ソフトバンク戦も6失点、で、その前、日本ハム戦も8失点と、1、2、3、4連敗でね、来て中で、ちょっとここら辺でね、もうこのままバタバタいっちゃうと危ないよっていうところでね、 この日は非常にね、ピンチも作りながら、えー、踏ん張ったかなと。まあ、その中でね、えー、阪神先発伊藤ね、えー、6回84球、9安打134、291、デットボール3失点と。いや、いいピッチングだったけどね。だから、阪神もちょっと密が痛かったね。まあ、その中でも、えー、ロッテはね、えー、2回裏、えー、先頭佐藤がね、フォアボール。で、レアード、サードファールフライ。で、岡、レフト前ヒット。で、安田がアウトになって、2アウト1塁から高部のね、レフト前、ね、最後は佐藤のスライディングで手が入ってたっていうところでね、まあ、この一点先制ね。 で、3回の裏、ここがね、もう、ポイントで。で、ワンアウトからね、角中がライト前ヒット。で、中村がセンターフライになるけども、佐藤利也のね、センターオーバー、タイ,タイムリー、センターオーバー、ツーベースでね、2、3塁になるんだけども、近本ジャンプしてね、入ってたからね、こっちか。こっちだね、開いだから。はい、あれ、近本クラスだったら取らなきゃ。ね。別にバットじゃないけど、取らなきゃ。あれ、取ってたらね、これ2点なかったからね。で、その後レアードがね、ツーアウト2、3塁からタイムリー、ツーベースで、2点っていうところで、この3点。これ結果ね、 これが、えー、阪神的には言いたかったかなと。まあ、その中でね、一番のキーポイントは、一回表、一回表のね、阪神の攻撃。近本ライト前、で、中野がレフト前、で、大山の時にね、えー、フォアボールっていうところで、万塁ね。これ満万塁になって、こっから、佐藤、原口、糸原が、アウト。0点。統計上、万塁は2.4点入ります。ここでもし点取ってたら、多分ロメロね、一気に崩れてた。ここでね、 まあ、ロメロがよく踏ん張ったのと、やっぱ阪神がね、ここで点取れなかったっていうところで、ロメロがね、生き返って、まあ、その次の回もね、8番9番だったけども、連続三振取ったりとか。で、3回もでもね、近本先頭フォアボール出して中野送るけども、もうここでね、送りバント、中野がね、失敗。で、その後ね、通りもアウトっていうね、ちょっと違う発作が残ってきて。で、4回もね、糸原がツーベース打つけども、オネドラがね、え、三振。で、5回もツーアウトからね、近本なかなかヒットを打つけども、大山がね、え、センターフライで得点できず。 ね。で、5回も、2アウトから、糸原が出塁するけども、ここでね、盗塁、アウトっていうところで、佐藤としては、ぐっすろ、ね。非常に、この攻撃をね、潰していってるっていうところでは、ね、非常に守備も良かったかなと。で、えー、7回、ロメロからね、登場に変わって、大田島がね、2ベース。で、1アウト2塁から、片山、えー、近本がね、点取れつ。で、8回、ゲレーロに変わって、えー、中野が塁出て、佐藤がね、2ランホームラン打つけれども、ね。 もううそこで終わっっっちゃったっていうねところでは、やっぱこの初回だねタイガースはあのノーアウト満塁を1点でも取ってたら違うかったしあの3回の,あの近本ねあれ取っておきたかったねそしたら3連勝ねいけたかも分かんないけども、まあ、よくあとは、ね、ロビノが立て直って、まあ、今回のロビノの勝ちっていうのはねロッティに取った次のところからもね大きい佐藤投、ね、手は、ね、非常に盗塁阻止率も、ね、上がってきたし非常に素晴らしい盗、ねえー、塁、したところは、ね、非常に良かったしね。 あの、近本のところもね、繋げたっていうところは非常に良かったと思います。ということで結果はね、阪神の2勝1敗の勝ち越しでした。さあ、ということで振り返ってきましたけども、もう勝負事故、行きましょうか。2周目ね、交流戦2周目、3周年なんでね、2周目っていうところで、巨人対ソフトバンク。巨人の皆さん、ソフトバンク、やばいっす。マジ打ちます。とにかくピッチャー陣気をつけて、巻原気をつけて、ソフトバンクの皆さん、巨人ね、なんかちょっとね、 うんって、ばたついてるからね。そのまま、そのままでいきましょう。気にしないで。ね。とんと。ね、えー。日本シリーズ含めて連勝中なんでね。トーンっていきましょう。えー、ヤクルト対ロッテ。ヤクルトの皆さん、ロッテはね、初戦ね、1、2番なのよ。ここを抑えられるかどうかで勝敗が決まるから。まあ、日曜日はね、高部、角中だったけど、帯の来る方もあるけども、これね、もう高部をね、出さなかったらね、いけるから。まず気をつけて。ロッテの皆さん、ヤクルトは、 塩見山崎幸太郎。この1、2番です。ここに打たれると、一気に山田村上と打線が回っていくんで、ここね、気をつけて。あと、海のね、福江長岡。これもね、気をつけてよ。でもね、神宮、雨降れば、満塁ホームラン、打つ選手いるんで、あ、もう引退したわ。あ、俺だった。まあ、そこら辺はね、2世、期待しますよ。DNA 対オリックス。DNA ねさん、オリックスね、T 岡田が帰ってきてね、ちょっと打線の周りが良くなってるんで、T 岡田、気をつけて。 オリックス皆さん、DNA、マーキーだから、もうマーキーマーキーを手手巻く、気をつけて。中日大楽天。楽天の皆さん、ドラゴンズね、こう、俺の見立てで言うとね、何気にね、安倍だから。安倍がね、何気に中心的役割を果たしてるのと、たまに三つまたいいところで打つから、このね、右割った二人、ちょっと気をつけた方がいい、ね。そこら辺、しっかり気をつけていきましょう。中日皆さん、 楽天ね、ちょっと浅村が上向きできてるからね。浅村さえ抑えとけば勝てるから。このね、浅村対策、しっかり勉強して。あとは自分で、自分たちで研究して。俺からは言わないよ。阪神対西武。阪神の皆さん。西武は山川。要注意。ね。山川打ったら負けちゃうよ。ね。DNA みたいにもう、あの、4四球とか、そういうのも頭に入れていこう。山川だから。あとで、滝沢がね、いい感じで繋げてくるからね。そこ気をつけて。西武の皆さん。阪神。 さあ、とてる。もう、ここ気をつけてこう。ホームラン、打ってくるからね。その中でも本当にね、もっと気をつけなきゃいけないけどね、近本中野。この二人がうまく回っていくとね、連動したらややこしくなるからね。まあでもね、クリーンナップ満塁でもね、点入んないからね。そういったところで,でも近本中野。この打線の周りだけ気をつけて。広島対日本。日本ハムの皆さん、広島。もう、監督も記者会見してないし、一生後輩。もう、どん底です。三カードで、1点しか取ってないです。ね。まあ、流れ変わるかもわかんないけど、ここで叩きつていきましょう。 広島の皆さん、ファイト、戦う君の歌を、ファイト、ね、ここから残っていきましょう。もうね、5月も終わったんでね、恋のぼりの季節も終わりです。ここから下がっていっちゃダメですよ。もう一回上げていきましょう。ね、初心に戻って、一つ一つ、一歩ずつ、コツコツと、ね、日本ハムね、若手が上川畑とか松本とか躍動していきますけども、がっちり止めていきましょう。ね、もう、気合だ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 ーもう、あのー、 一得点と大量知ってんね。もう気持ちで。カップソウル。はい。頑張って。さ、あ、ということでね。あ、そうだ。まだやってないことあった。ベストラインやってなかった。今週のベストライン発表します。パリウから。ピッチャー、日本ハム、噂は、完璧ピッチング関東4勝目です。キャッチャー、ソートバンク、渡辺ク。神村学園出身の日本は、頑張れ。ファースト、西武、山川、出塁率6割3分1に最強です。 セカンド、楽天、浅村、復調したら怖いぜ、楽天。サード、ソフトバンク、牧原、10アンダー7で点、複数ポジション守ってここまで打ったらすごいぜ。ショート、日本ハム、上川端、ドラフト級一出身だぜ。レフト、ソフトバンク、柳町、週刊全試合アンダー。センター、日本ハム、松本、首位打者だぜ。ライト、オリックス、杉本、やろー。 やっと打ってきたぜ。DH、日本ハム、栗山、サヨナラホームラン、まだまだ元気だぜ。リリーフ、ソフトバンク、松本、グッドリリーフ、緊急登板からナイスで2勝目、素晴らしい。セリグいきます。ピッチャー、阪神、ウィルカーソン、カンパーランド大学です。キャッチャー、ヤクルト、中村、2連敗、牽引ファースト、ヤクルト、オスナ、副長か。 セカンド、DNA、マーキー3ホームラン、マーキー。サード、阪神、糸原、全試合アンんだ、週刊、ナイスパッティング。ショート、ヤクルト、長岡、9あんだ、7打点、やばいぜ。レフト、DNA、佐野、キャプテン。センター、ヤクルト、塩見、1試合3ホーマー提供魂。ライト、ヤクルト、山崎、自身初のサヨナラホームランナイスパッティング。DH、 ね、あ、交流戦なので、セリーグも DH あります。DH、巨人、ウォーカー、守備の不安なし。リリーフ、中日、ライデルマンディですグッドリリーフ、ヒアンダー、ゼロです。はい、ということでね、終わりです。ね、今週ね、交流戦2週目、ね、広島、ここで頑張りどころですよ。ここからね、また上下下げるね、どうなるのか、皆さんね、自分のファンの違うリーグのチームを応援していきましょう。ということで、今週も、プロ野球、 Enjoy baseball.